ボールドウィン則は分子内嗅覚反応の起こりやすさについての経験則である。急電子反応及びラジカル反応にも適用することができる。1976年にジャック・エドワード・ボールドウィンにより発表された。ボールドウィンはそれまで報告されていた分子内嗅覚反応を以下の3つの点から分類した。この分類を組み合わせて 分子内嗅覚反応のタイプを5エクソトリグのように表記する。このように分類された反応について、ボールドウィンが述べた起こりやすさは次のようになる。テト型反応ではトリグ型反応では、リグ型反応ではこの法則は、嗅覚反応が起こるときには、嗅覚子薬が攻撃を受ける炭素に適切な角度で孵化しなければ反応が起こらないことに起因している。 テト型反応では切断される結合に対して180度反対側の方向から急角攻撃される必要がある。トリグ型反応では二重結合に対して105度程度の角度で急角付加する必要がある。リグ型反応では三重結合に対して60度程度の角度で急角付加する必要がある。そしてこのような角度で攻撃するような立体配座を 分子が取ることが容易であるかどうかが蒸気の選択率を導くことになる。下の式の例では、中央の気質から得られるのは5エクソトリグ型で、寒化したラクトンであり、5エンドウトリグ型にあたるマイケルフカ型の寒化性生物は得られない。不利な閉館は決して起こらないわけではなく、より有利な閉館に比べると起こりにくいだけである。ありがとうございます。